3月2日の中山 1R、3歳未勝利、ダート1200メートル、で、新人の長浜幸雄騎手、大江原博騎手、石上深道騎手が、早速デビューを果たした。8番人気の大空ひばり、メス3歳、美穂、根本康弘厩舎、当選ラーに騎乗した長浜騎手が、4番手から直線に外に出して2着したのが最高だった。ゲートを出る前は緊張しましたが、落ち着いて乗れたと思います。直線で外に出すのが早ければ、もう少し差を縮められたと思います。と反省が口をついた。幸せのランプ、メス3歳、美穂、竹市康夫厩舎、父マジェスティックウォリアーに騎乗した大江原博騎手は15着。プリンセスアメリカ、メス3歳、美穂、中野英治厩舎、父アメリカンペートリオットに騎乗した石上深道騎手は16着だった。